はい、こんにちは。今回なんですけれども、ピクミンブルームね、そろそろ新しいアイスイベントがスタートするんでね、そちらに向けた準備をやっていきたいんだけれども、アイスイベントね、まあ、その7月31日からいろいろ準備ができるんですよ。まあ、例えば火またぎね、火またぎとかいろいろできるんだけど、その中でそのやっちゃいけないことっていうのがね、どうしてもあるんですよ。それをまずね、紹介していきます。先にやっちゃいけないことを紹介して、で最後に今回のイベントの締めですね、サマーシールデコピクミンの苗の引っこ抜き、こちらやっていきます。待って、これパーティー僕に参加してたの忘れてましたね。あー、こんだけ集まってくださってありがとうございます。そうだった、そうだった。そう、昨日忙しすぎてピクミンブルーム開く余裕がなかったんだけれども、結構短い期間だけれども、パーティーウォーク参加させていただきましてありがとうございます。23人集まったみたい。そしたらね、まずね、結構ね、こちら質問でいただいているね、内容をまず最初に紹介していきます。7月31日で8月1日ということで、ひまたぎができるんだけど、ひまたぎのウィークリーチャレンジってできるんですかという質問が結構多く届いてます。これどういうことかっていうと、現在ね、ウィークリーチャレンジをクリアすると金の苗がもらえますよね。でそのね、もらった金の苗、8月1日に受け取ればサマーシールになるんじゃない、サマーシールじゃなくてアイスになるんじゃないかという声が来てるんだけれども、それに関してはサマーシールのピクミンだそうです。アイスにはならないそうです。でこちらのちゃんと全部確認した上で発信してて、何々なんじゃねえかって話じゃなくて、これは確定情報です。8月の1日に、じゃあ仮にそのウィークリーチャレンジを始めたとしましょう。8月の1日にウィークリーチャレンジを始めたら、今週に関しては金の苗がゲットできるから、何のね、ピクミンがもらえるのかっていうのがね、ちょっと気になってる方多いと思うんですけれども、仮にアイスイベントがスタートした8月の1日からウィークリーチャレンジを始めたとしても、もらえるデコピクミンは、これユニバだ。もらえるデコピクミンは、なんとね、サマーシールだそうです。7月29日の週は手に入るピクミンはサマーシールになると書かれてたんですよ。だから、待って、これピクミンの、てかなんかみんなすごいポスカばっか送ってくんな。ピクミンテラスの、うわー、すげえ。いいんすか、こんなんもらっちゃって。今週中ですね、ウィークリーチャレンジのおかわりをやると、苗はもらえるんだけれども、もらえる苗は全部サマーシールです。そこご注意ください。あとね、もう一個あるのが、花植えのチャレンジですね。花植えのチャレンジをやると、エキスが手に入るじゃないですか。エキス、花びらか。花びらが手に入るじゃないですか。新しい季節の。8月の1日からおかわりをしたらどうなるのかって質問が来てました。それに関しても、8月の1日からおかわりをして、それをクリアしたとしても、手に入るアイテムは、現在ね、出ている水仙になります。間違えた、水仙じゃないわ、水蓮ですね。水蓮になります。8月1日になったからといって、手に入るアイテムが、その、朝顔になるわけではないんですよ。7月29日から8月4日の間のウィークリーチャレンジに関しては、手に入るアイテムはもう一定全く同じです。ひまたぎ、月またぎをやったとしてもそこは変わらないので、そこは注意してください。でウィークリーチャレンジから朝顔を手に入れたいんだったら、8月5日の次の週のウィークリーチャレンジにならないとダメですね。だからね、8月の1日からこのおかわりチケット、ウィークリーチャレンジおかわりチケットを使ってアイテムをゲットしようと考えている方はね、おかわりチケットを使うタイミングがもうちょっと後の方がいいと思います。使うとしたらイベント後半の麻雀デコがウィークリーチャレンジからゲットできるようになってからが本番なんで、このウィークリーチャレンジおかわりチケットはイベント序盤は使うことはないと思いますね。そしたらね、ひまたぎのキノコの方を紹介していきますかね。これに関しては普通サイズのキノコが今出てると思います。7月31日は何曜日かな、水曜日だから巨大なキノコは出てないから、普通サイズのキノコが出てるんですよ。で、この普通サイズのキノコに関して言えば、多分ね、アイテムが出ますよ。アイスキューブが。7月のキノコ、7月のひまたぎキノコの結果はこんな感じになりました。巨大なキノコからは、その次のね、月のアイテムが出なかったんだけれども、普通サイズのキノコ、普通サイズの爽やかなキノコみたいな、なんだっけ、何キノコだっけ、風変わりなキノコですね。普通サイズの風変わりなキノコからは、なんとね、ひまたぎキノコをやると次の週のアイテムが出てきたんですよ。アイスキューブを集めたい方だったら、爽やかなキノコに入っ
で、火またぎを狙うの全然ありです。出る可能性が結構高いと思うんでね、今回に関しては。ただしね、アイスキューブは別に序盤からそんなに欲しくないと。序盤から欲しいな、どっちかというとアイスキューブよりも朝顔だという方は、この普通のキノコに入ってください。普通のキノコと、あと特殊キノコ、あの炎のキノコとかね、水晶のキノコとか、まあ、そういったキノコに入ってください。そしたら今回ね、まあ、締めということで、こちらの苗をね、引っこ抜いて終わろうかなと思いますよ。うん、こんなもんかな、ひまたぎの情報は。まあね、アイスイベントかなり、ね、反響が大きかったんですよね。こういうデコ系のイベントに関してはやっぱね、見た目がいいのが大きいかな。僕もね、アイスデコ見た目大好きだ、早くね欲しいんですけれども、ただね、去年のね、アイスデコピクミンどんだけ持ってたかなと思ったらね、全然持ってなくて19匹しかいなかったんだけど、入手方法難しかったんだっけ、もう全然覚えてないですね。でサマーシールはね、もう紫出ればおしまいです。もうサクサクいきましょう。紫引っこ抜いて終わりましょう。苗もね、相当あるよ、ほらめっちゃある、サマーシール。はい、もうこれ、じゃあちょっと歩いていきます。はい、行きまーす。紫、あーちょっとやばい。もうサマーシールってさ、7月が終わってからお仕事力元に戻るのちょっと違和感あるよね。8月もさ、サマーなんだからさ、全然お仕事力、まあ、キノコで使えるようにしてほしいんだけれども、難しいんですかね。サマーシールちょっと寿命短すぎるよね、いくらなんでも。よく考えたらサマーシールってさ、寿命2週間ぐらいしかないじゃないですか。ちょっと待って、もうちょっと使えるようにしてくれたら嬉しいんですけどね。はい、参ります。あれ、ちょっとね、やっぱラス1狙うの難しい。ここでちょっと予想外の出費が来るか、チケット購入か。これちょっとやばいな、これ勘弁してくれ。チケット購入したくないよ。チケットというのはね、現在持っていないピクムね、ピンポイントで引き換えができるチケットがあります。そちら700コインで買うことができて、それを買うと好きなピクミンを引き換えることができますけれども、金のないだけで出てくんねっかな。あと何個ある、1234567 8、また8もあんだ。いやこれね、マジでね、サマーシールはね、なんて言うんだろう、個人差が相当あるね、苗だな。やっぱり巨大なキノコに入っても全く出ないって人がいるんだけど、なんでですかね。僕はね、出まくる、この苗マジで出る。はい、参ります。紫、やっぱピンポイントで狙うの難しいですね。おーし、いけ。あれ、ちょっと待って、こんなにラスト1抜くの難しかったっけ。やばいやばいぞ、なんかね、ここまで出ないとね、今抱えてる苗で出ないんじゃないかって気持ちになってきますね。頼む、いきます。あらー、やばいやばいやばい、なかなか来ない。てかさっきから同じピクミンばっかじゃない、これ。なんか羽ピクミンが必ず混じってるみたいなのありますね。あと黄色がやたら多い、なんか黄色に愛されてんだよね最近。やばいな、ちょっと風向きが危ういぞこれ。風向きが危ういどころか、これラス2、いやでもウィークリーチャレンジで1個受け取ってないものがあるから、ラス3か。ちょっとじゃあ引っこ抜いていきます。そろそろお願い、もうないんです。うわー、マジかよ。待って、やば、嘘でしょ、もう。ちょっと待って、こんなことある、ここまで。嘘でしょ、待って、やばい、なんか言葉が出てこないんだけど。いやでも まだわかんない。ちょっと待って、このまだね、受け取ってないものがあるね、これ受け取ります。はい、これが本当に正真正銘のラストですね。ラス1苗でございます。でもラス1ってまだチャンスあるんですよ。そう、さっき話したみたいにおかわりがまだできる。で、8月1日になってからもサマーシール自体はウィークリーチャレンジから取れるんで、いやこれ出なかったらおかわりするか、これ。いやもうそれしかないよね。それでもダメだったら引き換えチケットでなんとかする感じ。800コインするんだ、なんか値上がってる気がする。ただ販売終了まであと6日あるから、ウィークリーチャレンジが終わった後でも全然大丈夫そうですね。じゃあちょっと待って、引っこ抜いていきますよ。
頼む。やっべー。いやー皆さんちょっとウィークリーチャレンジの代わり継続ですねこれ。やばいな。いやもうね余裕ぶちかましてましたよ。だって15ぐらいない引っ越しはさすがに出るでしょうっていうのはやっぱあるじゃないですか。いやーそうですか。はい、サマーシールの所持状況になります。紫がいなくて、このいや多いよ。15の26匹いますね。26匹いて7種コンプができない状況。うん、やっぱり黄色と羽ピクミンが多いかな。で時点で白が多い感じです。やっべえマジで。いや追加課金あるわこれ。さっきのね冒頭で話した僕の話は、アイスデコピクミンが欲しい人はおかわりチケット使わないでくださいねって話でした。サマーシールが欲しい方はおかわりしてください。はい、てなわけで今回はねちょっとこの辺で以上とさせていただこうかなと思います。いやーこんな展開になるとはね思わなかったね。いや頑張ります、コンプできるように。はい、ありがとうございました。いや誰とでもグループで行こうかな。うん、さすがにフレンドさん来ないでしょ。いやこの動画を見てくれた人がねお金チケット使ってくれるかもしれないから、ちょっとこっちで行ってみるかな。ありがとうございます。